はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。前回からの続きです。これで、回路としてはこのスイッチの中身、つまり、このスイッチの性能ですよね。性能が、音抵抗が 0.01 オームで、オフが10メグ、完全にオフにならないけども、10メグだったらオフだとみなしましょうよと。で VT が 0.5 ボルト、これは1ボルトでオンオフしたいから 0.5 ボルトというふうな形になるわけなんですね。でこれでシミュレーションするとうまくいくかなと思って、ちょっとやってみましょうかね。うまくいくかなというふうにすると、どこかグラフに電圧を表示させたい、グラフをプロットさせたいというふうに思って、多分一番見たいところはここだと思うんですけども、ここにカーソルを持っていきますと、こう赤い鉛筆マークのようなものが出てきます。これはプローブっていうふうに呼ぶんですけども、このプローブをこう見たいところに持っていってクリックします。でそうするとグラフが出てくるわけなんですけども、まず皆さん見てあれって思うと思うんですね。でこれ最初から5ボルトになってるじゃない、つまりここの出力電圧になってますよね。これスイッチ1ミリセック後ってセットしたのに、なんで最初から5ボルトになってるんだろうっていうふうに思うわけですよね。これにはですね、一つ理由があるんですけども、この問題を解決する方法は2つあります。まずちょっとグラフを見やすいように右左に直しちゃいましょうね。これで回路図の方が大きく出ましたけども、シミュレーターはですね、一番最初に定常状態、できるだけ定常状態になった状態からシミュレーションをしようとしますので、この場合ですとこの 5V の電源がもうすでに入っていると。でしかもここの抵抗のところに10メグですけども抵抗でつながっているわけですよね。そうすると基本的にもうこのコンデンサーには電気がチャージされてて、もうすでにここのレベルはもう最初から5ボルトなんですね。ですからこんなふうにまっすぐ何もスイッチがないような、そういう形になるわけですね。これコンデンサーでなくて抵抗だったらこうはならないんですけども、でそれってでもおかしいんじゃないのって、シミュレーション開始するときって0ボルトでしょって思うし、またそうでないと都合の悪い回路もあるんですね。でそういう時のためにこのシミュレーションの中の、このトランジェントシミュレーションを右クリックするとこんな風にして、ダイアログ出るわけなんですけども、この中にここに0ボルトのスイッチがあるんですね。これをチェックするとシミュレーション0の時間は必ず電源なんかは0ボルトでスタートします。これでもう一度やってみましょう。ちゃんと期待通りになりましたですね。最初が0ボルト1ミリセックからこういうふうにして5ボルトに電圧が上がっていくと、コンデンサーに順次時間とともに電気が溜まっていく様子がグラフでこう見えてくるわけなんですけども、でスイッチを入れる入れない、いろいろこう、忘れちゃったりとかいろんなことあるわけですよね。実際にはスイッチは入れないで、デフォルトが入れない状態なんで、入れない状態でちゃんとこんな風にしたいという時にはちょっと考えてみればわかるんですけども、ここに10メグがあるわけですから、ここから流れ出る、漏れて出るっていうんですかね、漏れ電流をグラウンドにバイパスしてやればいいわけですよね。ですから、抵抗をここへ用意しましょうと。それでこんな風にしてグラウンドにバイパスしてしまいましょうと。で抵抗じゃあ いくらがいいのってなった時に、ここ10メグですよね。で、それをバイパスするんですから、ここは、それの10分の1 1メグとか、そんな値が、いいのかなというふうな感じになりますよね。で、ここが
1メグ、ここに1メグってちょっと、もうちょっと大きな抵抗にしたいな、ここを10メグにしたいなっていうふうに、まあ、思えば、逆にこの R オフの抵抗をそのさらに10倍の100メグっていうふうに、まあ、すればいいわけですよね。はい。で、今、シミュレーション、先ほどの0ボルトもこれも切ってますよね。で、これでちょっとやってみましょう。はい。まあ、似たような形になるんですけども、このスタートのところを見ると、ちょっとだけ上に上がってますよね。まあ、ちょっとだけに上に上がってるっていうのは、まあ、ここが100メグに対して、ここが10メグだからですね。で、10分の1、やっぱり100分の1ぐらいのところからスタートさせたいな。まあ、やっぱり1メグでしょうかね。もう1回シミュレーションします。そうするともうかなり分からなくなってきましたですよね。はい。で、スイッチっていうのは、まあ大体双方向で使いますのでね、まあ、双方向でスイッチ使うので、反対側にも同じような形で、抵抗をつけておいた方が何か妥当なような気がしますので、まあ、こんな風にすると、まあ、スイッチができるわけですね。で、オンにするスイッチをオンにする時間を変えたいという時には、ここの数字を変えればいいわけですよね。これ2ミリセクを、はい、これでやってみますね。今度2ミリセク後になりましたね。そうすると2ミリセク後、この辺で、まあ、オフにしたいなと思った時には、ごめんなさい、ここでシンボルの上で右クリックしないと、こういう親切なダイアログが出てこないですね。まあ、オン時間を何ミリセックにしますかっていう、そういうパラメータがあるので、ここから見ますと、3、4、5、まあ、4ミリセック、5ミリセックオン時間にしましょうかと。で、これで、ランと。っていうふうにすると、あれ、おかしいな。で、5ミリセック後にオフにしたはずなのに、オフになってないじゃないのっていうふうにまた思われる方もいると思うんですけども、まあ、これは、まあ、非常に簡単な話で、ここオフになってもここ電気溜まってますからね。この溜まってる電気がある程度リークしなきゃいけないわけですよね。で、ここにリークをさせるための抵抗、ちょっと置いちゃいますね。さあ、これ100キロぐらいにしましょうか。さて、これでもう一度やってみますね。あ、そうするとここちょっとこうへこんできたのが見えてくるんですけども、もう一桁小さくしましょうか。あ、見えてきましたね。ここでオフになってきてますね。で、まあ、これオンオフどこでやってるのかわからないって思う方は、もう直接ここのオンになってるところの、よ、はい、ここですね。まあ、これ見ていただけると分かるんですけども、こんな風にしてオンになって、まあ、オフになってますというふうなことが分かりますね。で、まあ、次回にこの話は続くんですけども、この次回にどんな風に続くかというと、まあ、考えてみますとね、評価したい回路っていうのは、今、まあ、単純な回路なので、ここの部分なわけですよね。この部分を評価したいんですけども、スイッチの方が大きくないですかね。これなんか、回路図を、今後スイッチをつけて回路図を書くときに、まあ、こんな回路を、まあ、ごちゃごちゃといろいろ書かなきゃいけないって、まあ、それもなんかえらく面倒な話なんで、次回はこれをサブシートにして、単純なシンボルに、落とし込む、単純なシンボルに落とし込むというふうな、そういうことをやってみたいと思います。一つ追加情報です。この回路の、このスイッチをオンするための電源の周りのこのネットなんですが、これはグランドレベルと直接的な関係が記述されていないんですね。つまりグランドレベルにどこにもつながってないということなんですよ。
で、今回なぜだかうまくシミュレーションができましたけども、多くの場合フローティングネットだというふうなことでエラーになります。ですから、こういうことにならないように、こういうふうにしてグランドにつなげておきましょう。こうすることによって、シミュレーションのエラーっていうのが少なくなるということですね。